俺に修行って。ボルト？そりゃそうだよな。俺には螺旋丸の強化は教えられない。あんたまだ素直になれないの？違うって、身内に教わると甘えが出る気がするんだ。悪かったね。あ、いえ、今回だけは自分に厳しく生きたいんだってばさ。他にこの里で螺旋丸を使える人間と言ったら？悪い予感がするね。どうも。カカシ先生、やっと見つけたぜ。これか。よう、ボルト、久しぶりだ。って、ちょっと、なんで逃げるんだってばさ。絶対何か企んでるでしょ。お願いがあるんだ。俺に螺旋丸の修行をつけてくれ。あのね、俺は隠居した身だよ。いろいろ予定があんのよ。どんな修行でも文句は言わねえ。頼むってばさ。おい、ちょっと螺旋丸。え？すげえ。どうすりゃいいんだよ。二度とあんな惨めな負け方はしたくねえんだ。親子揃って負けず嫌いで言い出したら聞かないんだから。螺旋丸をパワーアップさせる修行なら付き合ってもいいけど。本当か？ただし俺の修行は大変だよ。早速修行開始だ。修行を始める前にチャクラの性質変化は知ってるよな？当たり前だろ、そんくらい。性質変化とはこのようにチャクラを物理的な現象に変化させることだ。チャクラの性質変化の種別は5種類しかない。お前の得意な性質変化は何だ？空洞かな。チャクラを雷に性質変化させるだけでなく、性質変化に形態変化を加えることで忍びの攻撃力は飛躍的に高まる。じゃあ螺旋丸に性質変化を加えれば攻撃力がアップするってことだよな。ボルト、螺旋丸を作ってみろ。なるほどね。消える螺旋丸、雷の性質変化が加わったものだ。まだ不完全だがな。お前の得意な風の性質変化を組み合わせたらどうだ？複雑なチャクラコントロールが必要だ。くそ。お兄ちゃん、今日もカカシさんと修行かな？そうね、明日お兄ちゃんにお弁当持ってってあげようか。うん。布団加えようとしても弾かれるってばさ。カカシ先生、なんかコツを教えてくれよ。ま、これはナルトから聞いたコツなんだけど、聞きたい？チャクラを2つに分解してすり合わせるイメージだそうだ。このコツを得得するには自分で考えて修行するしかない。父ちゃんみたいなチャクラはね、俺がもっと強けりゃミツキンだって怪我させないで済んだかもしれねえ。泣き言か。カカシ先生が俺ぐらいの頃はもっとすげえ任務いっぱいこなしてきたんだろ。それに俺は任務で仲間を失った。大事な人に囲まれてるお前の方が羨ましいけどね。お前を思ってくれる人がいる。お前は一人じゃないってことだ。一人じゃない。俺にできることはやってやるってばさ。行くぜ。おう。どうやら自分で気づいたようだな。クートンラ戦隊行け。四代目の天才的なセンスとナルトの意外性を受け継いでいるだけある。影分身の術。ボルト、それが限界だと思うよ。それ以上の強化は天地がひっくり返りでもしない限り無理だよ。諦めるわけにはいかねえってばさ。空断な宣言。よ、しかだい。修行頑張ってるみたいじゃねえか。まあな。あんまり無理すんなよ。無理しねえとこの術は完成しないんだってばさ。どういうことだ？いとも簡単に螺旋丸を止められちまった。だからこの程度じゃまだまだ足りねえ。頑張るしかねえってことか。ああ。
リーパーに襲われただって神器が一緒じゃなきゃ危うく全滅するとこだった。やっぱり叶わなかったのかな。お前の修行ってあいつとの再戦に備えてやってんのか。勝つことに執着してるなら危険すぎる考えだぜ、うん、俺はダチとしてお前をぶん殴ってでも止めなきゃなんねえ。実力で遭遇したら撤退を最優先に考えるべきだ。悔しい気持ちは俺も同じだ。あいつが憎いからって勝つことに執着しても。そうじゃねえんだ、俺自身の問題なんだ。俺がまだまだ未熟で力不足だって思い知らされたんだよ。あいつを超えるくらい強くならない限り先には進めないと思った。そういう修行なんだ。なるほどな、お前もちっとは考えてんだな。それじゃあ俺が何も考えてねえみてえじゃねえか。違うのかよ。違うだろ。その修行俺も手伝ってやる。お、もう逃げるぜ鹿大。じゃあ鹿大くんの分もお弁当用意しないとね。母ちゃんありがとうございます。鹿大、こいつらが修行の助っ人ってよ。賄賂もらっちゃったし。頭数は多い方がいいんだ。思っても見なかった解決法がどっから出てくるかわかんねえからな。今のお前にできる性質変化じゃ威力の伸びしろがねえ。考え方を変えるんだ。そうだ、一点突破だ。あ、でも具体的にはどうやんだよ。それはまだわかんねえ。いいじゃん、とにかくいろいろやってみんのは恋も料理もセオリーだし。まずは的の中心を意識して投げてみてくれ。螺旋丸。今度は分身して的を狙うんだ。はい。ダメか。もっとチャクラを込めてみろ。いけ、頑張れ。悪いけど今日はそろそろ帰るよ。あっちもお腹空いたし燃料切れ。すまねえな、お前ら。お前ずっと家には帰ってねえのか。今戻ると緊張感が切れちまう気がしてさ。木炭もダイヤモンドも成分はほとんど同じなのに硬さは全然違うなんてよ。分子構造の違いとかって話だろ。木炭にも含まれる炭素にってやればあんな風に硬いダイヤになるんだぜ。桁外れの圧力ね。そうだよ、ひっくり返すんだ。どういうことだ。なんか突破口を思いついたみたいだね。おいや、あんたがそういう顔で現れるのは決まって面倒な頼み事をしてくる時だ。今回はそこまで面倒じゃないよ。一応聞こう。そう来なくちゃ。私朝超弱いんだよね。おい、鹿大。ん？ボルトは？あいつ。ん？な、何これ。ボルトのやつやりやがったぜ。カカシ先生、電池をひっくり返してやったぜ。岩でも何でもぶち砕くとこうよ。ずいぶん自信あるみたいだね。効果的な方法で試してみない？こんなところで一体何を。もうじき来るはずだよ。よう、また会えたな、チビスケ。じゃ、まさか。マジかよ。小僧、今度はこないだのようにはいかねえぜ。それはこっちのセリフだってばさ。はじめ。前よりちった術を強化してきたみてえだが、この程度じゃ全然通用しねえぜ。頭食ってやるぜ。次はこっちから行くぜ。空白順の前じゃ無意味なんだよ。無意味かどうか受けてみろよ。圧縮ラクシダン。
どうだ。おお、ボルトの新しい術もね。これが新しい螺旋岩だってばさ。ああ、見せてもらったよ。圧縮して密度を限界まで高めた。そうだってばさ。ちょっと張り切りすぎたってばさ。あらあら、チャクラ切れでしょ。なかなかやるもんだね、今の子たちも。